ッチャーではありますから、変化球で三振奪いました。まあ、しっかり腕を振っておけば。サード正面のゴロ、二塁ランナーは動けません。打球は三遊間、ショート取った、三塁オーバーランダータッチアウト、空振り三振。水上が吠え、ベンチの隅田も手を叩きました。7回の表、ホークス0に割っています。強打者中村晃から空振りの三振です。吉見さんはちなみにそのあたりのコミュニケーションは気をつけていたのはどんなところですか。そうですね、こうご飯の食べ方とか見てました。入っていると、はい、2者連続の三振です。最後はバット振らせました。水谷が結果的にアウトカウントは全て空振りの三振で取っています。この回ホークス無得点です。そして今度は真ん中付近は詰まったピッチャーゴロ、水上スリーアウト。代打山口はピッチャーゴロでした。形がねしっかりと今シーズンのイーグルスは作れています。小深田の打球はここはセカンドライナーでした。さあ2ツーが続いて最後は高手、空振りの三振です。水上が一つよしと大きくうなずきました。空振り三振、水上が吠えました。先頭バッターツーベースヒットへ出した後ランナー2人背負いましたが、その後ゼロで抑えて帰ってきました。イーグルスこの回無得点です。インコースへ来る、ストライクです。最後はちょっとシュートかかったボールがインコースへ来ました。もう1球変化球続けてきました。空振りの三振です。を迎えました。空振り三振、満塁の場面をよく切り抜けました。水上空振りでした。アウトコースボール球かなというところでしたが、バットが出ました。投げ切りました。3人でしっかり抑えたピッチング。四国学院大の出身です。空振り三振、最後スライダーで三振です。ワンアウト。避けたんですけども、いやー今のシュート組みボールからストライク入ってきました ね。行ってみたかったですね。俺もピッチャーからすると逆球でしたが見逃しの三振です。一番こう理想、見逃しの三振でスリーアウト。水上森のバッテリー、最後は得意のスライダー、見逃しの三振取って、はい、外空振り三振、最後は高めの変化球、現地三振でワンアウトです。ここもスタートを切ってストライク、そしていい球を送られて三振ゲッツーになりました。もう一つバッテリーはインコースいくか、変化球空振り三振、得意の球で空振りを取りました。球を構えて緩いボールでした。打ち上げています。レフト落下点です。投げ切った、投げ切りました。水上大山も OK と見せました。ヒットが取れるっていうんでね、こうピッチングの幅が広がったんじゃないですかね。前に来てましたが長谷川配送して追いついた。セカンドランナータッチアップ。
ツーアウトランナーが三塁です。今日スタメン野村、外のボール右方向は川越、追いついた、ダブルキャッチ、逃せませんでした。ここは最後は打っていくショート、ランナー三塁に向かっていきました。ツーアウトランナー三塁です。5球目打ってファーストゴロ、ピッチャーベースカバーに入ってスリーアウト、ランナー三塁に残塁です。この7回バファローズチャンスを作ったんですが生かせず、今度は逆の球で空振りを取りました。西川三振でツーアウトです。セカンドです、小深田セカンドゴロでスリーアウト。インコースはゴロになった、サードゴロでジャンセン一つアウト、一塁転送はダブルプレー、外からの三振でした。角中今日3三振。マリーンズが6回2アウト3塁1塁、7回がノーアウト2、3塁、この8回もノーアウト満塁で得点できず、マリーンズ8回の表得点なし。スリーツー勝負、甘く入ってきましたが空振りの三振、得点奪うことはできませんでした。さあこの149外のボール球でアウトを取りました。150キロ、西田連続三振ツーアウト。見逃せばボールですけど、はい、三振ツーアウト、今宮三振。三振、試合終了。そして水上にプロ初セーブがついたということになります。もちろん最高です。逆球を三振さっきにはいかなかったんですが三振でツーアウトです。どん詰まりショートフライ、バットの先はサード後方ファールグラウンドへ。その間よりは中側でしたがファールチップに収まって空振りの三振です。そしてこれでゲーム出ています。ワンアンドツー、空振り三振、月間 MVP 受賞後初登板の水上。あーとジャストドキング、万波一昨日投げました水上って、昨日も登板ありませんでした。低めいっぱい見逃し三振です。これはいいところ、最後ギリギリのところ入れてきました。珍しいですよね。追い込んだ、三振、ワンアウト。先頭の三森をまず打ち取りました。この顔つきだけどこの場面でもこう投げる投手ですし、そのマウンド度胸っていうのも素晴らしいですよね、はい、ここはちょっと抜けたんですが、これをコースをして三振です。このラッキーですね、スライダー三振、水上、ここは最後しっかり締めました。7回表、オリックスを0点に抑えています。投げているとかっていうデータ取られてしまうから、それうわぁ、ナイスボール。最後はまっすぐ勝負でいきました。なんでもないです。外から入ってくるボール、三振を奪いました。ツーアウトです。三振、スリーアウト。強い打球だ、ファースト山川ライナーですけどね、高め外、カットボールでしょうか、外から入ってくるボール、代打柳町三振です。水上のこれで最優秀中継ぎは確定ということになります。初めてのタイトル、そして新人王へ向けてこの辺の競争でもこのタイトルを取るということは